前さん怖えよ怖えよ怖えよ、話しかける、怖いよ、どうしようどうしよう、怖い怖い怖いよ怖いよ怖いよ怖い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 、逃げるぞ逃げるぞいや空気すぎるっつうけど、俺多分気づかれにくいよ、気づかれにくい。なんでかっていうと俺スマホで配信してるから、パソコンで配信してる人って目立つんだよ。パソコンで配信してる人って目立つの、俺スマホからだから。ほら一応パソコンこうやって、これこうやってあるから。違うんだよ。っていうかもう疲れちゃう。もう疲れちゃう。シュッ、来た。はい、あ、本当っすか。あのカメラ、あ、カメラ大ですか。あの大ファンです。本当っすか、はい、ありがとうございます。彼女が、はい、大ファンです。あ、本当っすか。写真撮ってもらっていいですか。あ、いいですよ。はい、ちょっと汗まみれだからな。はい、はい、チーズ。もうちょっと待っていいですか。あ、いいですよ。配信中すいません。はい、ありがとうございます。あ、いえいえ、ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、いえいえ、はい。応援してますんで。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ファン、関さんファンですっつって、写真撮ってくださいっつって、男の方と女の方が一枚ずつ写真撮ってくださいって言われた。あ、どうしよう。ちょっとだけ自信出た。ちょっとだけだけど。もっと目立つ格好でパソコン持ってたら絶対話しかけられるよね、もっと。これ意外と地味だもん今日。ほら、初めちゃんと意識してます。てか暑い、暑いな。金梅さん、金梅さんがどこに。さっきいたよね、さっきいたけど声かけられなかった。次鉢あったら声かけるじゃん。次鉢あったら。あー、もう病んじゃったな。アイガミちゃん、アイガミちゃんどこいんの。だってでも探すのめんどくせえもん。もうなんかばったり会ったらでいいよ、ばったり会ったらで。病んじゃった、マジで。そんなことより病んじゃった。将棋だって、将棋か。これ普通の人もできんのかな。できないか。ああ、名人戦みたいなのやんのこれ。
え、受付があるぞ。あ、囲碁、囲碁じゃんこれ、将棋じゃないじゃん。いろんな物語のヒーローたちがいるんだけど、なんだこれ、なんだこれ、止まってますみたいな。動いたんだけど、動いたんだけど、スイミー、スイミーさんっていうんですか。はい、スイミーです。 あ、マジっすか。そんな話しかけてくると思わなかった。ずっと止まってるのかと。止まってた方がいいですか。あ、あの、なんかずっと止まっててもらって、あの一発蹴っ飛ばしてもらって、あれ、なんで、冗談、ごめんなさいごめんなさい、冗談です。あの、なんか止まってて蹴っ飛ばしたらそのままで止まっててほしいなと思って。いや、嘘です、冗談ですよ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 。いいですか、あの、つねって、あ、つねる、つねっていいですか。全然、ちょっと、あの、こう、止まっててもらって、止まっててもらって、つねって、痛みを我慢してもらうっていう。あ、でもやっぱ汚れるんでやめます。手が汚れるんでやめます。ごめんなさい、ごめんなさい。スイミーさん、なんか配信してる方なんですか。配信してる方なんですか。はい、全然あ、してない方なんですね。あ、そうなんだ。なんで僕に話しかけてくれたんですか。はい、なんで僕に話しかけてくれたんですか。いや、もうなんかもう目の前にオーラがある方が。本当ですか。だって普通止まってるじゃないですか。みんな止まってたのに、俺には食いついたじゃないですか。いやし、はい、誰も止まってくれないんで。あ、マジっすか。そうですね。仕込みじゃないよ、仕込みじゃない。僕のこと知らないですよね。ちょっとほら、でも知らないけどオーラが出てたんだって。ほら。すごいね。どうしよう、僕のこと知らなかったみたいです。頑張ってください。はい、え、これ何やってるんですか。はい、これ なんでこんなことしてるんですか。なんでなんですか。僕もわかんないんですけど。え、なんて言うんだろう、一般のっていうか、なんて言うんだろう、関係者とかじゃないんですよね。はい、一般ですね。一般でこういうことしてここで泊まってて、着地点みたいなのはあるんですかね。着地点もわかんないですね。本当ですか。え、いつまでここいるんですか。帰ろうかなと。あ、そう、帰ろうかなって。あ、本当ですか。そうですよね。ツイッターでタガヤやってます。はい、タガヤ、タガヤさん、タガヤさん、はい、あ、マジですか。お願いします。あ、わかりました、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。すいません。なんで俺のこと知ってて話しかけてきたんじゃないんだ。いや、絶対俺だと思ったんだけど。あ、やべやべ。だってさ、あんなにあれですよ、いろんな人が通ってスルーしてたのに、俺だけ話しかけてきたから知ってんのかなと思うじゃん。じゃあちょっと 裏技出す。これね、スマホだからなんですよ。まだ2人にしか声かけられてないけど、これスマホからなんだよね。まあ、スマホからやってるんだけど。